奈良学園大学は奈良県伊古間郡3号町縦の北3丁目12番1号に本部を置く日本の私立大学である。1984年に設置された。大学の略称は奈良学、奈良学大、学園大。本学は学校法人奈良学園創設者である伊勢敏郎により、1984年に奈良産業大学として創立された。 2000年代初頭には社会科学系の総合大学へ発展したが、以降は定員割れが続いたため、従来の学部を廃止し、大学名を解消した上で、教育と医療の大学として再出発を図った。看護の分野は少しずつであるが、看護師を目指す男子学生が増えてきている。高度な専門学術知識に裏付けられた実践力を有する有能な人材を教育。 要請し、地域社会及び、社会全体の発達、発展に貢献する。教育理念現実に立脚した学術も、研究と教育を通じて、明日の社会を開く学識と、実務能力を兼ね備えた指導的人材の育成を、目指し、時代の進展に対応しうる広い視野と創造性を、培い、誠実にして協調性のある、心身ともに豊かでたくましい実践力を持った。 人材を養成する。学部大学院附属機関学友会は、総務局、イベント局、会計局、広報局の4つの部署に分かれており、大学のイベントの企画、運営を担っている。7月七夕祭り、花火大会、10月3出祭、12月冬のお楽しみ会というような季節の行事を運営した。部活動体育会強化指定クラブ、準強化指定クラブ、 公認クラブ文化会強化指定クラブ、公認クラブ国際交流提携交単位互換制度2019年6月、三里町の三里キャンパスを奈良市の東尾家級キャンパスに統合することが発表された。三里キャンパスは2022年3月末で閉鎖され、三里町に無症状とされる予定である。奈良学園大学、奈良学園大学、2019年1月8日閲覧。 ありがとうございます。